ゴールバイナイサー。はい、というわけでですね、本日はですね、ゴルフパートナー、はい、新橋日比谷店さんですね、はい、はい、の方に来させてもらっております、はい、ありがとうございます。で、僕のコーチの村井先生と来てま す、はい、です。池袋ゴルフアカデミーでございます。はい、はいはい、今日はですね、はい、私がおすすめする中級者用のゴルフセットを紹介したいと思うんですけども、はい、はいはい、いいですか？はい、もちろん。中級者ってどんなもんですか？はい、どこで区切るかじゃないですか。ですよね。一番難しいですよね。ですよね。その中級者って言っても、はい、触れる人触れない人いるじゃないですか。確かにな。これはむずいと思いますよ、やっぱ。中級者なのでやめましょう。うん、すいません。上級者にします。上級者にします。上級者します。で、はい、でも上級者の中でも、はいはい、これを使って70台出す人めっちゃかっこええって思うクラブを選びたいです。おお、いいですね、いいですね、はい、いいですね。なので、はい、もう必然的にアイアンはマッスルバックです、はい、売ってる？かっこいい。マッスルバック。かっこいいですよ、はい、僕がこの人憧れるなで行くと、はい、マッスルバックで、はい、ドライバー小ぶり、はいはいはい、で、何やろ、フェアウェイウッドは、うんうん、そこのモデル使ってはんねや。はい、でウェッジは、あ、そんなクラブあるんですね。ほう、でパターはやっぱそれですよねってなる。なるほどね、はい、がかっこいいと思わってます。ははは、私は。なんか想像上ってことね。そう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 、上手い人はこんなクラブ使ってるよねみたいな、はい、スペックね。で見た目かっこええなってなる、はいはい、あ、はい、あ、じゃあ逆に言うと、はい、これ使ってたらかっこいいよスペックってこと。そう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 、なるほどね、かっこいいスペック、それで選んでいきたいと思います。見つけちゃう。はい、見つけちゃいましょう。はい、これそれぞれ。いや、じゃあまず、うん、アイアンからいきましょうか。アイアンが一番分かりやすいじゃないですか。僕も決まってます。え、じゃあちょっと教えて。もうそれ決まっ、うん、いいいいいい、もう言ってください、言ってください。いいっすか？どれどれ。いや、あ、もうちょっと、はい、嘘、はい、もう分かってあんの？もうちょっとこれはこれよねって、もうちょっとそこそこ、えー、うん、どこどこ、そこ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 、どこ、どれどれ、これ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 、これ、こいつ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 、あ、こいつです。なるほどな、スリクソンね。あ、違う違う、プロギア。このプロギアの01、はい、こいつっすね、完全に僕は。新品やんか。ダメ中古じゃないけどね。もうこいつがかっこよすぎちゃって。いやいや、俺さ、新品やんか。これですか？これです、これです。これ遠藤さんが削ってんすけど、うん、00が三浦さんなのかな。00が三浦技研で、はい、で01と02が、はい、あの遠藤製作所かな。これめちゃくちゃいい顔してるんですよ、これ。エポンさんとか、ね、エポンさんね、めちゃくちゃかっこいい。マジで、はい、ちょっと村井さ、めちゃくちゃ新品ダメ。新品やん、それ。ダメ。中古屋さん、ゴルフパートナー、まあ何でも売ってるけど。ああ、中古ね、中古ね。中古にしょ、せっかくやから。中古だったらゴルフパートナーはだって中古の、え、もうだ、中古だって一択ですよ。え、何のんかい。ほんならそれに言うてよ、ほんまに。中古ある？ああ、ない、置いてないかな。あら、嘘。何、どれどれ。あ、ないわ。え、まあ僕も中古で置いてたらこれすげえなと思ったやつが一個あります。新品ばっかじゃん。でもこれ、こっちも確か新品やな。じゃあ、じゃあ向こうでしょ。あった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 。中古？中古あったあったあった。オッケー。中古ちゃうでしょ。新品やん、だから。俺新品の。中古がない。あっちやん、こっちやん。あっちやん、こっちやん、もうおかしになってますけど。俺中古そこにあったのに。こっちでしょ。こっちがだから中古でしょ。これプロプロギアあるやん。あれ00、01。え、これも新品じゃないの？いや、新品じゃないでしょ。だってほら。ああ、本当だ。俺中古がない。どこになって中古でしょうよ。中古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 で選ぼう、村井さん。あ、はいはい、これ見つけました。はいはい、どうぞ。村井はこれ一択です。はい、 ZX7 マーク2。はい、もう僕はこいつです、完全に。そうなんや、はい、これ使ってればかっこいいよねっていう僕の中でこれですね。上級者でも。上級者だってセブンだもん。はあ、そうなんや、うん、え、これだってマッスルバックじゃないでしょ。マッスルバックじゃない。
でも多分シニアツアー行った使用率1位じゃないこれ。あ、そうなんや、へえ、意外、めちゃくちゃいい。あ、そうですか、うん、ZX7 ね、一択スポがこいつ、一択ってすげえな。これやありました、村井さんあった、はい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 、タイトルや、あ、タイトリストか、はい、これです、タイトリストと水野ね、はい、タイトリの、いやでもな、俺は正直これもいいんですけど、あれを見つけたいんですよ、ピンの、ブループリント、そう、ブループリントを見つけたいんですよ。ブループリントの中古売ってないっしょ。そうなん、いや数絶対少ないっすよ。そっか、うん、そうか、ブループリント手放さないか、みんな、あ、ここか、ブループリントの中古出てこないんじゃない、さすがに。じゃあやっぱそれですね、そのタイトリスト、タイトリの、水野もあるけどね、そう、タイトリのマッスルバックか、こっちか、そう、それだね、はい、だからそれも数少ないよね、確かに、だって使ってる人少ないもんだって今は。はい、タイトリのちっちゃい、もうちょい上上げた方がいいですか、顔、はい、と、もう一種類いっていいですか、はい、どうぞ、はい、もう一種類いくと、そっちのやっぱりこのアイアンといえばこちらですよねっていうのがありました、水野さんですね、水野、ここっすね、はい、水野プロさんですの、わ、これか、これか、2インチのマスバック、これを使ってたらやっぱおーってなります、私、はい、が使ってたらかっこいいと思うやつです、アイアンね、はい、でドライバーもいきましょうか、ドライバーはもうこのラインナップだとこれしかないな、早いな、もうしょうがない、僕はもうそれしかないです。あ、そうですか、はい、私どれだろうな、そんなん使ってますっていうやつやな、俺はもうこれ一択ですね、私は。でも上級者やからな、上級者やから、私はこいつでございます。早っ、すいません、一択でした。全然、どうぞどうぞ。ローグ ST のトリプルダイヤモンド、はぁ、はい、あ、確かにローグのトリプルダイヤはプロですよね、はい、プロにしか出してないやつですよね。いや、これはローグじゃなくて、これローグだけど、ローグはそうですよ、トリプルダイヤ LS は絶対そうです。いや、だってローグは S じゃないですよ、これただのトリプルダイヤモンド、トリプルダイヤ買えなかったでしょ、買います、買います。え、嘘、うん、買える。あ、そうなんや、うん、多分買える。へえ、こいつがおすすめっすね。じゃあ僕これかな、うん、はい、こっちです、 G400 さっきそれやった、ちょっと待って、さっきさ、なかなかなさそうなのって言ってたのにめっちゃベタなとこ行ったね今。だって、うん、G400 はやっぱり使ってる人はもうずっと使ってるんですよ。いや、それも間違いないもん、はい、で、この、LST、 LST やからロースピンでしょ、多分。そう、ロースピン、うん、だからこれを長年使ってる人やから、あ、やっぱそういう人ねってなって、お、上手い人ですよねって思っちゃういや、上手い人ですよ絶対ね、それはもう、はい、で、いきたいと思います。ドライバー、あと、ドライバーはこれ、ウェッジで、そうなんですよね。そうなると、なんやろな、ウッドかな、ウッドは、でもウッドはな、ウッドは正直上級者の人が何使ってんのか俺分からんな。ああ、でもコブラとかかな。私はこいつです。うわ、教えてください。ステルスプラス、はー、3番ウッド、なるほど。5番はそうでもなくていいと思うんですけど、うん、とにかく飛ぶ、うーん、やっぱチタンなんで、はい、やっぱり球が飛ぶ、なるほど、もう速いです初速が。これがだから上級者の人が使ってほしい、うん、これはもう使ってる、いい、いい、なるほど。で、逆に5番ウッドとかは、はい、うん、飛ぶっていうよりは上がる、そう、自分が思ったスピンが入るクラブがいいと思うんですよ。なるほど、うん、そうか、そういうのを持ってはるってこと、 それを持っていくといいかなっていう。3番は結構飛んでほしいなっていう。うわー、これもあるやん、 G400 のね、 G400 のウッドもいいんですか、やっぱ G400 いいっすね、やっぱね。
ただフェアウェイウッドは結構みんな変えてるかもしれないですね。ドライバーほどじゃないかもしれない。うん、じゃあちゃおうか。いやでも俺が買いたいやつがないんよな。フェアウェイウッドとかユーティリティちょっと少ないかもです ね、 ちょっとね在庫がね、やっぱり、うん、フェアウェイウッドはむずぐいな。ああでもいや上級者はやっぱちょっと新しいの使って、あ上級者は、うん、シムマックス使ってないですか。シム2マックスかどっちか。結構ステルスじゃない人も結構多いと思いますよ。ですよね、うん、だからこういうなんをまだ使って、あこれ M2 は M2 使ってないもういる。まあでもそのフェアウェイウッドはね結構傾向がバラバラっていうか。そうか、なんかみんな結構古いモデル使ってたりするんですけど、うん、なんか人気モデルってのはなくて、みんなその例えば自分だったらロケットボール使ったりするでしょ。買えないんですよね。そう買えないんです。そうだからどこのモデルで止まるかなんですね。そうなんですよね。結局そうこれ以上使わないっていう感じだよな。そうなんですよ。だから俺は選べない、すいません。選べない、ごめんなさい、フェアウッドは選べません。すいません申し訳ないです。ユーティリティ、はい、ユーティリティ行きましょう。これかな。よう知ってんな。タイトリストかな。はあ、そうですか。なんかタイトリストか、はい、まあ、僕は今現状ピン使ってるんですけど、うんうんうん、430とかいいなと思うんですけど、うん、なんか上手い人がすごい使ってるイメージがあるのがタイトリスト。ああなんかもうなんかそのアイアンのようにコントロールできるっていうか、はいはいはい、そういうスピン性能が程よいっていうので、はい、結構タイトリスト使ってる方いらっしゃると思うんですよね。僕は見つけました、うん、これ APEX の、ユーティリティウッド。これ結構使ってる人いますよね、上級者。上級者、うん、マッスルバックからのこれ。そうマジで。だからあこれ使ってたらかっこいいと思うだけ僕が、はい、優しめなんですよね多分ね。優しいです優しいです。だってでかいですもんねやっぱね、うん、そうちょっと見たらヘッドでかいわ。あこんなでかいんや、ほら、あこんなでかいんだ。はい、上級者が使ってたらかっこいいなと思うやつね。はい、あと何、ウェッジ、ウェッジ、ウェッジいきましょう。ウェッジはもうあれやわ、もうそうなっちゃうわどうしても。中古ね、中古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 逆歳。はい、中古でやっぱこれか使ってたらかっこええって思うのは私はもうボーケーさんかな、うん、いやもう私もボーケーです。もう正直もう思い浮かばないですね、はい、ボーケー、うん、ボーケーやと思います。ボーケーこれはもう共通的じゃないですか。もう、まあ、外れないですね、うん、まあ、あとはまああれですね、ボーケー以外だと何だろうな。ボーケー以外だと水野のあのブルーのやつとかあったじゃないですか。いいですよね、はい、まだ同じでしょこういうのも。ちょっと私、はい、押すのは、うん、ピンさんもすごいいいです。へえ、すげえスピン入ります。あそうですか、うん、ピンさん、ピンさんもいいと思います。あとあれがあったらあれ教えやったけど、あのアーティザンないよね。だからさっきからさそのマニアックなとこ行くけど、だから在庫がないって意味ないです。だからすいません、要はすいません、 ないか、アーティザンないか。いやワンチャン新品だったらあるかもしれないけどね。アーティザンないかな。中古はないと思うな。中古ないか。都心店舗だってやっぱ在庫量がね、そうですね、地方店に郊外店に比べるそこまでないんで、うん、まあでももう一個行くとこれですね、まあ、僕も使ってましたけども、マスダゴルフさん、はい、はい、マスダゴルフさんの、S の方かな。 S の方が割とみんな使いやすいかな。はい、これ上級者これいかないの。上級者いかない、それ全然上級者じゃない、それ上級者じゃないんだ。あこれかっこいいな、マスダゴルフ。でももうまあ上級者が使っててかっこいいのはやっぱりボーケーです。ボーケーね、はい、一択。ボーケーのその自分の好きなバランスを使って幅をね選んでるのがやっぱかっこいいなと思います。はい、じゃあパター行きましょう。パター行きましょう。はい、はい、村井おすすめは、はい、まあ僕オデッセイ好きなんで、はい、こいつですね、オデッセイ。名前どこだ、トライホットですね、はい、
ちょっとオデッセイの中では高級路線で新品で買うと結構5、6万しちゃうんじゃないかなっていう、はい、ほうほうほう、これが僕は好きです。へえ、はい、かっこいいかなと思います、はい、はい、僕は、はい、僕はね本当はニューポートが良かったんですけども、新品があるんだよね、キャメロンの、そうです、ニューポート2が、おすすめなんですが、うんうん、なかったので、中古がない、中古で、中古がない、新橋日比谷店さんにはなかったんで、私こちらこれです、アンサーのシグマ2。お、これは渋子が使ってました前ね、はい、で僕も売ったんですけど、これめっちゃいいです、これめちゃくちゃいい、これはあの、まあ、ニューポート2にちょっと顔も似てるんですけども、でこれは長さ変えれないやつですね、あのピンさんで行くと長さ変えれるやつもあるんですよね、はい、今なんかあんまり見なくなりましたね、ね、なりましたね、昔と違ってね、ほんまやな、でもこれは打感がなんていうんですかね、柔らかいです、ですごい直進性もいいんでおすすめです、こんな感じかな、ね、音も柔らかい感じがしますよね、これは間違いないですね、はい、間違いないです、うん、間違いないですね、うん、違うやん、え、こうやったっけ、使っててかっこいいじゃなかったっけ、使っててかっこいい、いや、ピンガだでしょ、そうそうそう、ピン型、いや、キャメロンがないから、そう、使っててかっこいい、それしかないから、そう、これしかなかった、というわけで、はい、というわけで、はい、はい、私たちが、はい、選んだのは、はい、あれです。あれです。上級者が使ってたらこれかっこいいモデル。かっこいいですね。はい。はい、で、はい、本当のとこ行くと、はい、どうなんですか。なんていうのかな。なんかウッドとかはあんまり差が出ないかなって気がするんですよ、うん。俺もそんな気がしてきましたね。アイアンじゃないかなって、はい、その差が出るのが。うん、だからそのまあ、マッスルバック使ってればおってなるはなると思うんです、うん、正直なるんですよ、なるじゃないですか、はい、だから僕はまだそこです、だから村井さんが選んだやつは、はい、もうマッスルバックじゃなかったじゃないですか、はい、だからもう超えてもうてるってことですね、いや超えてマッスルバックを使ってたらおってなる時期はもう超えたってことでしょ、いやなんか、はい、いろいろ諸説はあるんですけど、うん、僕日本の芝にはキャビティが合うと思ってるんですよ、うん、はあ、なるほどな、結局その洋芝みたいなベント芝みたいなってやっぱボールが沈むからマッスルバックでよりダウンブローに打っていくのが必要だと思うんですけど、日本の芝生って高麗だからやっぱりちょっとこうダウンブローよりはやや払い打ちっぽくなるから、まあその走路形状だったりとか抜けの良さだったりとかっていうのをちょっとこう重視した方がいいんじゃないかなっていう、ハーフキャビティぐらいの操作性が高くて打感が良くて、まあもうそんなに打ち込まなくてもいいよねってアイアンがいいんじゃないかなと思う、だからさっきプロギアやったりとかスリクソンってなったんですね、だからアメリカだったら違うと思うんですけど、ね、はいはいはい、それがだからジャパニーズメーカーですもんね、ジャパニーズメーカー完全にアイアンはジャパニーズメーカーすごい、はい、ウッドはガイブラみたいな、あっていうのがいいよってこと、うん、だ好みですね、完全にこれも、うん、かっこいいっていうか、かっこいいですね確かに、うん、さっきおっしゃってた、はい、ピンのブループリントとかも、うん、かっこいいと思うんだけども、うん、なんかそういう点で選んじゃうとやっぱり三浦さんとか遠藤さん削ったアイアンとかめちゃくちゃいい顔してるから、やっぱりそうですね、うん、いや確かにここに三浦技研さんがあったらもうそれ選んでます、私は三浦技研さんがあったらね、そうなんかもう、はい、今めっちゃいい意見かもしれない、だから日本のメーカーの方がアイアンはやっぱ強い、削りはかっこいいと思いますよ、今アメリカで三浦さんが流行ってたりとか、はい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 、やっぱりそういう面があるじゃないですか、うん、エポンさんとかもね、まあ、向こうは中空あの鋳造の技術だからやっぱり、ただ性能的には僕鋳造の方が、うん、製品誤差がないからいいと思ってるんですよ、鋳造っていうのはどういう型にはめて作る、要は日本みたいに昔から削り出しじゃなくて、もっと向こうは軟鉄を削り出すという考え方がないから、はい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 、やっぱりステンレスを鋳造するっていう技術じゃないですか、うん、そっちの方が製品誤差はないし精度は高いと思うんだけど、うん、でもやっぱりその日本の職人技じゃないけど、はい、水野さんとか三浦さんとか遠藤さんとかのああいう単造アイアンって美しいなって思うんですよね、かっこいい、かっこいいんじゃないですか、いやかっこいい、いやそれをもう俺、はい、あの村井さんから聞けてよかったです、いやいやいや言っていつも言ってるでしょ、いや僕はだって日本のやつ使ってるから、はい、うんうんうん、日本のアイアン使ってますし、はい、でも使って
ってないやいたいたそうでしょいやなんだけどなんだけどもちろん昔はいっぱい使ってましたよでも最近ってもうテクノロジーが進化してるから、うん、例えばこんなこと言うとひどいかもしれないけど、うん、今確かに、ね、パーシモンとか、うんうん、メタルドライバー使ってる人いないでしょいないですねってことは今のアイアンって、うん、もう削り出しのそのまんまで使う人、はい、いなくなってきてるじゃないですか、うん、やっぱりその技術が進化してきて、はい、こんなちっちゃいのに中空構造だったりとか、もうなんかその、はい、見た目は変わんないけどテクノロジーが詰まってるじゃないですか。そうですね、やっぱそれをやっぱり使っていかないと、まあ、これはだから、うんまあまあ、もうほんま僕の YouTube 見てるはる人は知ってると思うんですけど、うんうんまあ、外国ブランドの人らはですね、うんうん、やっぱテクノロジーの開発にすごいやっぱお金かけてるんですよ。でやっぱそこは日本のメーカーさんはやっぱりそちらに勝てないみたいなことはやっぱ言ってはるんですよね、はい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 、だからそのすごくテクノロジーがウッドとかドライバーとかにはかかってるっていう話ですよね、はいはいうんうん、でもその日本のメーカーさんが何で勝つかっていうとやっぱり顔の良さとか そうですね、そういう打感の良さでってことですよね、うんはい、やっぱり最近のタイトリストとかピンさんの小ぶりな打ってると、うんうん、全然ちょっと新発しても飛距離そんな落ちないですもんね。そうですね、ほぼ落ちないでしょうね、うん、昔だったら平均一晩手くらい落ちるような距離がそんなに変わらないで打てるから、うん、いやほんまやな、うん、これもうほんまだからそういうことですよね、うん、というまとめにしましょうかはい、ということでございまして、全部いい欲しい、いや欲しくなっちゃいますよね。はい、だ僕はマッスルバックがかっこいいんじゃないかと思いますけど、村井さんはだからマッスルバックじゃなくてももうその顔のかっこよさは選べるよっていうことですよね、うん、だからマッスルバックまでそこまでいかなくてもいいかなっていう気がします、うん、正直、はい、昔のマッスルバックとは違うと思いますけどね。上級者でもそうじゃないかっていう意見です、うん、僕は上級者はやっぱマッスルバック使っててほしいという意見ですけど、そうですね、はい、っていうのでちょっと分かりました、はいというわけでございまして、はい、はい、上級者これ使ってたらかっこいいなクラブを紹介させていただきました、はいはい、ありがとうございます。